25年以来、積水化学は積極的に海外市場の開拓を推し進めてきました。今やその海外販売網は世界の主要地域にわたり、特にここ数年の発展には目覚ましいものがあります。製品の輸出はもとより、日本の積水から世界の積水へをモットーに、企業進出をはじめプラントおよび技術輸出などの海外活動にも大いに力を入れています。その活躍ぶりをアメリカに訪ねてみましょう。エンパイアステートビルのそびえるニューヨーク市の目抜き通り5番街、そのすぐ近くレキシントンアベニューに積水ニューヨークコーポレーション、積水プラスチックスコーポレーションがあります。積水製品の販売宣伝を受け持つ積水の前進地として大きな期待がかけられています。積水テープの取引でやってきた現地のバイヤー、積水製品を販売する店も各地に増えています。これはその一つ、エスロンプレートと波板を扱っている建材店、毎日大勢の客でにぎわっています。ニューヨークから自動車で3時間のところにあるペンシルベニア州ヘイズルソン市、この郊外に住んでいるビル・マカルビッチさん、彼も積水マンです。マカルビッチさんと一緒にヘイズルソンの工場を訪ねてみましょう。第2期増設工事の完成間近い発泡ポリスチレンペーパーの工場、この工場は積水の第3の紙スチレンペーパーの需要がアメリカで極めて大きいことを見越して生産を開始しました。機械設備は全て日本製、技術は積水独自で開発した特許により、アメリカのどのメーカーにも劣らない優れた製品を生産しています。この積水スチレンペーパーを使ってインスタント食器などを生産しているロングアイランドのコロライン社、こうした工場も次第に増えて、スチレンペーパーの需要がますます大きくなっています。ヘイズルソン市では積水の工場進出に地元を挙げて大歓迎、上野社長はヘイズルソンの名誉市民として迎えられました。今後とも長年にわたって当地の積水のこの工場が非常に素晴らしい業績を上げられて、そして我々も積水化学の登場工場も共に末永く共存していきたいというのが我々の一致した念願であると我々は言いたいわけであります。また輸出振興の功により、上野社長は蘭寿褒章を受章するなど、積水海外進出の歴史に輝かしいページを書き加えています。日本の積水から世界の積水へ、世界をヒノキ舞台として、今積水化学は大きく発展を遂げようとしているのです。